東京都知事選、諏訪さんこうです。中国大使館に抗議凱旋に来ちゃったよ。戦争がしたいんだったらな、直ちに日本から出ていけ。どうだ、よく言った。分かったか。日本にいたいんならな、日本のルールをちゃんと守れ。そうだ。分かったか。日本の水牛は日本人のもんだ。そうだ。お前ら中国人のもんじゃねえぞ。水が欲しいんだったら日本人からペットボトル買え。そうだ。中国共産党は中国人の教育をきちんとしないなら大使館を撤収しろ。今すぐ日本から出ていけ。出ていけ。今回都知事選に出る蓮舫さんとか小池さんとか中国と癒着してますよね。権力者の方が中国と一緒に関わって日本の金流してどん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 日本貧しくなって、中国人は金持ってで、どんどん日本と領土、その金で日本の領土買い占めてる。中国大使館を日本に置く意味は何なんだ。教えてくれよ、誰か、大人、警察官、今ここで守ってる理由は何ですか。教えてくださいよ。なんで中国に金流してんのとか、なんで嘘つくのとか、てめえら警察はそれを逮捕したんだぞ。公職選挙法、私有妨害、それでお前逮捕拘留か、どうなってんだよ。だったら他の政党の公職選挙法も全部取り締まれよ。そうだ、そうだ、それがお前らの仕事じゃねえのかよ。そうだ、タブーに切り込んで本当のことを言った人が逮捕されて、嘘を流している、嘘も金も流している、そんな売国道みたいなやつを守るんですね、日本の警察は。自分はもう本当にここ最近の出来事をこの目で見てて、前回の補欠選挙から本当に信じられないです。本当にこの国が信じられません、今。だから俺は黒川さんとか関係なく戦っていきます。中国、お前らもよ、いい加減てめえ戦争みたいなことやるのやめろよ、お前。普通政治団体の人たちは、ちゃんとスーツでビシッと決めて、きれいごと並べて、そしてね、彼らの仕事は国民を騙すことです。翼の党です。あなたたちの未来のために戦います。翼の党はあなたたちの未来のために戦いますよ。ただ日本国政府がしっかりしていたら我々のような存在は必要ないんですよ。国民の税金から政党助成金を受け取り、そして議員報酬を受け取っている国会議員が日本国民からどん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 税金や社会保障費を絞り取って国民を苦しめて、そしてアメリカや中国にはペコ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 、情けないんですよ。他にいますか、我々のような政治団体が。他にあったら我々いらないんですよ。もう我々格好を見たら分かるでしょ、素人ですよ、素人。素人がマイク持ち出したらもう末期だ。俺が今のこの国の現状ですよ。なんで我々が納めた税金から国会議員になって議員報酬もらってるやつらが抗議してくんねんだよ。本来ならスーツでビシッと決めて国会の場で国民のために仕事してたら俺らみたいな素人はいらないの。国民の代弁者がいないんですよ。国会議員仕事してないんですよ。我々のような素人がマイク持ったらもうこの国の現状は末期だっていうことです。気づきましょうよ。自分政治のこととか全然詳しくないんですけど、ちょっと警察の人たちは何を考えて警察になったのか。愛国心があるから警察になった。じゃあ自分ちの国が腐ってる今現状で何が愛国心だよみたいな。
まあ、私がここで一言申し上げるとしたら、なぜ日本人の政治家は中国の皆様に忖度なさっているのかというところなんですね。なぜそんなに貢いでいるのかということを私は不思議に思っております。そして今日も警察官の方が大勢いらっしゃってますけれども、本当に守るべきところはどこなんでしょうか。私たちのような日本人ではないでしょうか。このままでいいんですか、この日本。私たちの家宅侵入されて見てきてもらっても証拠がない、お前たちが証拠探すんだろっていうようなことも言っています。ですが何も動かないこの警察官、この日本は本当にどうなるんですか。それを教えてくれたのが黒川敦彦さんです。だから私はどんなことがあってもその指示をし続けているのです。本日は、自民党本部前にて街宣活動を行います。いつもはね、道路を出たに並ぶハス向こうで でしかやらせてもらえないんですけれども、本日は、こちらの表記があるために目の前でやらせていただきます。はい、裏金問題どうなってんですか。お前ら不祥事もみ消してんじゃないぞ。国民を苦しめて楽しいか。なんで金融資産課税をやらないんだ。金融資産課税をすれば消費税上げなくて済むんだよ。で、立憲民主党、公務員から支援をもらってるそうじゃないですか。で、乙武さんは何だったかな、10年かしらぐらいで5人も不倫したとかね。そんなこと私は全然知りませんでした。そんな人たちに大切な一票があげれますか。そういうことを教えてくれたのが黒川敦彦さんです。黒川敦彦さんを早く出していただきたいと思います。で、この、今回都知事選ですね、これからの日本を、未来を左右する大きな選挙になると考え、今日は予定を変えてここまで来ました。消費税増税やめろ、立憲民主党。いいですか、皆さん、蓮舫が都知事になったら立憲民主党寄りの政策、売国政策ですね。売国政策、中国人に利権を売り渡す、中国人韓国人に利権を売り渡す政策に消費税まで上げてね。立憲さん、消費税なくすって公約どこ行ったの。高速道路無償化どこ行ったの。立憲さん、あんたら嘘つきだよね。嘘つき立憲共産党、嘘つき立憲共産党ってね。こいつらはファシストです。立憲共産党はファシスト。公務員が選挙のお手伝いしちゃダメですよ。いいんですか。一郎教職員は選挙の活動をしちゃいけません、政治活動しちゃいけないんですよ。分かってますよね、立憲共産党さん。あんたら質問に全然答えないじゃない。いつも逃げ回ってばっかりでさ。この立憲陣営は、翼がどうだ、黒川さんがどうだ、根本さんがどうだ、杉田さんがどうだ、散々言ってるかと思うんですけれども、今回の件で初めて、私も恥ずかしながら知ったんですけれども、公務員は特定の政治活動、政党の政治活動をしてはいけないと決まっているのに対し、公務員がこぞって立憲を、この立憲をですね、応援して、その選挙の手伝いをしている、どういうことですかと。人のなんか選挙妨害な民主主義だって、民主主義をぶち壊すのは誰ですかって話なんです。蓮舫です。その公約からもとんでもないような話がいっぱい出ていて、これは絶対もう庶民からしたらありえない話なんですよ。立憲民主党さんはですね、自民党と公明党に普段はなんか戦っているような素振りをされているそうですね。消費税を推し進めるのか、生活が苦しくなっている
大多数の国民のためにぜひ消費税を上げられるのかどうかなのか、もう蓮舫さんに教えてくださいよ。それで立憲民主党の皆さんは消費税のことをどのようにお考えでしょうか。立憲民主党の皆さんはなんかね、いいお話をよくされるんですけど、なんかコロコロ結構変わるというようなことも聞いております。教育行為は特定の政治団体を応援することは禁止されています。日教組、全日本自治団体、労働組合から応援を受けているんですか、どちらですか。本当にいろんな黒い噂があちこちにあり、昨日私は蓮舫さんの演説を見に行きました。すごい多数の方がいらっしゃって、中にはもう本当に蓮舫蓮舫って祝歴コールが鳴っており、いやすごい人気だなと思ったんですけど、大事な部分、本当に聞きたい部分っていうのが聞こえてこないのが蓮舫さんの演説でした。でその後ですね、消費税上げるんですかって言った一般市民の方がいたんですよ。そうしたらですね、その民衆はどういう動きをしたか、立憲民主党の皆さんご存知ですか。私はおかしいなと思って、一般市民ですよ、消費税を上げるんですかって聞いただけで帰れコールはないでしょ。そんなこと平気でやれるんですね、蓮舫さんの。どうですか、おかしいでしょ。そして噂になっている中国との一着なんかあるみたいですね。そういうところも少しずつ聞いておりますが、蓮舫さんがなったらまた売国政治になるんですか。東京都民の皆さん、よく考えてくださいね。あの勢いに負けると素晴らしいですよ、一見言ってることは心惹かれるようなことを言ってますよ。だけど消費税のことや本当に身近なことっていうのは本当に具体的な話は全くなかったんですね。それより蓮舫さんの周りに集まってる人が、私は恐怖感を覚えました。一般市民が消費税を上げるんですかと聞いただけですよ。そしたらその周りにいる応援している人々が帰れって、何ですかこれ、こんなこと許されますか。そんなことをやっているのが今の政治を握っている立憲民主党から出た蓮舫さんのグループですよね。集まってる人誰ですか。統一教会の信者ですか。創価学会の信者ですか。誰ですか集まってるの。おかしいでしょ。それを私は今日ここへ来て、この立憲民主党さんから出て無所属になっている蓮舫さん、絶対おかしいよってここで一言お伝えしたくって、そして東京都民の皆さんがあの蓮舫に入れたらまた一緒ですよ、小池都知事と二の前ですよ、税金垂れ流しです。そんな風にならないために、どうか市民の皆さんがこれを聞いていたら、あの人にも一票入れないでほしい。立憲民主党、売国だ、売国だ、中国共産党やな、韓国に日本の財産を売り渡す売国だぞお前ら。YouTube を視聴されている皆さん、立憲共産党には絶対に入れないでください。本当にこいつらは日本を共産化する連中です。皆さんはぜひよろしくお願いいたします。皆さん見てください、この日本共産党のビル立派ですね。日本共産党さん、あたずつさ、してですね、蓮舫さんのポスター貼りやってますよね。やめましょうよ、それつけるやつは。裏で握る、裏で実験と握手をする、それこれは本当やめましょう。日本共産党の前書記長、C さんですね、もう何年もやったからこの名前は分かると思います。でその C さんですが、ロシアからね、入国禁止にされたんですよ。おめでとうな、入りすぎた黒川の代わりに山ちゃん来ちゃいましたよ。はい、毎度同じ山ちゃん来ちゃいました。おめでとうな、
突っかかるですね。円も変わらず突っかかると公明党、政教分離に違反しまくっている公明党、もう公明党の悪行三昧はね、いくらでも飾れますよ。とっとと退散しなさい公明党。まさにクソカルト政党の総本山と言っても過言ではないですね。皆さん知ってますか、公明党何大臣を利権としているか知ってますか。 国土交通省国交大臣というねものをずっと独占しております。利権独占、あ、公明党いるじゃないですか。出てきなさいよ、公明党。ナイスタイミングバッチリ映ってますよ。仕込みか隠れてるじゃねえよ、公明党。出てこいよ。本日は、東京都知事選、諏訪担当です。中国大使館に抗議凱旋に来ちゃったよ、来ちゃったよ。おーい、中国大使館、中国共産党、尖閣諸島への侵入は直ちにやめなさい。尖閣諸島は日本の領土だ。わかったか。すぐ日本の領土だからな。船を出すのすぐやめろ。お前ら戦争がしたいのか。戦争がしたいんだったらな、直ちに日本から出ていけ。そうだ、よく言った。わかったか。あとな、中国人、お前らな、中国共産党、中国人への教育ちゃんとしろよ。そうだ。江戸川で牡蠣殻を捨てるんじゃないよ。そうだ。お前ら中国人がな、江戸川でな、牡蠣の密漁をガンガンやるからな、河川敷が牡蠣殻だらけになってんじゃねえか。よく言った。よっ。ちゃんと教育しろよ。なんで日本人がよ、掃除しなくちゃいけねえんだよ。教育しろ。お前ら掃除しに来いよ。そうだ、掃除しろ。日本にいたいんならな、日本のルールをちゃんと守れ。そうだ。わかったか。あともう一つ、水源地の買い占めを今すぐやめさせろ。迷惑だぞ。日本の水源は日本人のもんだ。そうだ。お前ら中国人のもんじゃねえぞ。水が欲しいんだったら日本人からペットボトル買え。そうだ。土地を買い占めるんじゃねえぞ。中国共産党は中国人の教育をきちんとしないなら大使館を撤収しろ。今すぐ日本から出て行け。出て行く。以上です。はい、2時間目ですけれども、芸能ライター山本でした。ご近隣の皆様、たとえはお騒がせしておりますが、中国、この中国って国はね、本当にひどい国なんですよ。とっとと追い出さなきゃダメですよ、こんなの。以上です。ありがとうございました。失礼します。ふるさごとに失礼します。
翼の党を応援させてもらってます。無邪気ザクランの KGI という名前でラップやってます。今回都知事選に出る蓮舫さんとか小池さんとか中国と癒着してますよね。中国に金流してますよね。ズブズブ。でだから権力者の方が中国と一緒に関わって日本の金流してどん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 日本貧しくなって中国人は金持ってでどんどん日本の領土この金で日本の領土買い占めてる。中国大使館を日本に置く意味は何なんだ。教えてくれよ誰か大人警察官今ここで守ってる理由は何ですか。教えてくださいよ。俺みてえなガキに教えてくださいよ。わからないんですよ。なんで中国の大使館がここにあって日本の警察が守ってて日本人の権力者が中国に金流しててそれを黙って見てる大人がいっぱいいるんだよ。何にも思わないのかよ。俺みたいなクソガキが思ってんだよ。こうやって何にも思わないんですか。こういう現状変えようと思いませんか。こういうことを普段誰も言わないから翼の党の黒川さんは体張って他の党の他の政党に聞きに行ったんですよ。こういう中身のことをなんで中国に金流してんのとかなんで嘘つくのとかてめえら警察はそれを逮捕したんだぞ。公職選挙法支部妨害それでお前逮捕拘留かどうなってんだよ。だったら他の政党の公職選挙法も全部取り締まれよ。そうだ、そうだ、それがお前らの仕事じゃねえのかよ。タブーに切り込んで本当のことを言ったやつが言った人が逮捕されて嘘を流している。嘘も金も流している。そんな売国道みたいなやつを守るんですね日本の警察は。伊豆若者、そういう国っていう解釈でいいってことですね。警察の皆さん、自分はもう本当にここ最近の出来事この目で見てて前回の補欠選挙から本当に信じられないです。本当にこの国が信じられません今。だから俺はもう黒川さんとか関係なく戦っていきます。他の大人たち、そして警察官の中にもいい人がいるし、組織的にそういう間違えたことをしてるから別に悪いと思ってないですよ。ただそういう中身の人間も別に声を上げてもいいんじゃないのか。そんな権力に屈してんじゃねえよって。もっと日本人としての誇りを持ってほしい。全員に日本人であることがいかに素晴らしいことか分かってください。中国お前らもよいい加減で戦争みたいなことやるのやめろよ。お前いい加減よクソみたいなことすんのやめろ。よく知らないけどありがとうございます。おい知らないんかい。後ろ向け。面白かった。はい、お騒がせしております、翼の党という、弱小政治団体でございます、うるさいマイクの音で失礼いたします。まあマイク持って喋ってる、人たちの格好を見てください。普通政治団体の人たちは、まあ、ちゃんとスーツでビシッと決めて
きれいごと並べて、そしてね、彼らの仕事は国民を騙すことです。我々は嫌です、そういうことをするの、うん、で、まあ、今中国大使館前で演説してます。まあ週末なんでね、やってないと思うんですけど、まあ、昨日雨だったのでね、残念ながら。ただこれでも発言すること、発信することが大事だと思います。で、我々日本人、多くの日本人が中国に対して不満を持っております。それはなぜか、国交こそあれど中国の方々はあまりにもちょっと日本に対して無礼極まりない行為が散見されています。つい、2週間ほど前だったかな、靖国神社で奉納した方がいらっしゃいますね。どうだ。で、靖国に対して挑発的な行為をねする中国人の方々よくいらっしゃいますね。まあ、そういった行為をですね目にした日本人の方が、例えば飲食店経営されて中国人お断りと言ったらですね、まあ、非常に脅迫的な行動を取ったりしますよね。で、本国である、中国では何ですか、まあなんか日本と外交摩擦みたいなのが起きたら日本企業に対して暴動起きて日本産の車ぶっ壊したり、ショッピングモール破壊したり、あまりにも無礼極まりないどころか暴力的な、そんな方々とあまりにも自由にやり取りができすぎていることによってですね、日本人が苦渋を飲まされています。そしてですね、尖閣諸島に関しましては、まあ、領土問題ということで、まあ、非常にね、まあ、中国の方は、まあ、挑発的な行動を取ってくるわけです。領海侵犯なりやってくるわけですけども、これね、でもね、中国よりも日本政府の方が悪い。なぜならば問題が起きてもどうですか、日本の政治家は。あ、どうぞどうぞ前通っていただいて大丈夫ですよ。ご迷惑をおかけしてます。翼の党です。あなたたちの未来のために戦います。翼の党はあなたたちの未来のために戦いますよ。そしてですね、日本政府は、まあ、外交問題が起きた時に、あるワンフレーズを必ず言います。とても遺憾です。そのフレーズ意味あるんですか。遺憾ですしか言わないんですよ。挑発行為に対して頭にきてます一言だけ、意味あるんですかそれ。まあ、そんな情けない政治家しかいないから、まあ、我々みたいなね、まあ翼の党街頭演説でも我々キチガイって、まあ、黒川さんたちが言ってるんで、まあ、別に何と言われてもいいですよ。ただ日本国政府がしっかりしていたら我々のような存在は必要ないんですよ。だけどどうですか、自民公明政権与党、中国にペコ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 頭下げて、国民の税金から政党助成金を受け取り、そして議員報酬を受け取っている国会議員が日本国民からどん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 税金や社会保障費を絞り取って国民を苦しめて、そしてアメリカや中国にはペコ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 、情けないんですよ。他にいますか、我々のような政治団体が。他にあったら我々いらないんですよ。そんな政治団体がないから、もう我々格好を見たら分かるでしょう、素人ですよ素人。素人がマイク持ち出したらもう末期だ。俺が今のこの国の現状ですよ。
なんで我々が納めた税金から国会議員になって議員報酬もらってるやつらが抗議してくんねえんだよ。このリアルな現状をなぜ叫んでくんねえんだ。先ほどね、何にもわからない高々25歳のもう格好を見たらわかるでしょう。ただの少年ですよ。ラッパーだそうです。ラッパーはね、音楽で自己表現したらいいんですよ。でももうそれどころじゃねえってわかるから、何の知識もないのにマイク持つんでしょ。格好を見たらわかるじゃん。本来ならスーツでビシッと決めて国会の場で国民のために仕事してたら俺らみたいな素人はいらないの。でもね、国会議員が国の利益を売り渡して国民の生活をどん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 貧しくさせて、欧米やそして中国みたいな大国に対して媚びへつらうから国民の代弁者がいないんですよ。だから彼らのような若者がしっかりしてくれよってマイク持ってんの。これが今の日本の現状でしょうよ。情けねえよ大人たち。あ、ごめんね、前通っていただいて大丈夫ですよ。申し訳ない、申し訳ないね。ごめんね、ご迷惑おかけしてます。でも彼らのような未来ある子供たちのために国会議員仕事してないんですよ。今日龍也くん喋ってみる？いいよ、あの別にね、そのな、何を言っていいか困るかもしれないけど喋ってほしい。若者なりの今の日本のこの現状をどんだけ憂いてるのか。正直ね、だって数も聞くに耐えなかったから最初は。でも素人でもあそこまで喋れるようになったんだね。で、君みたいな若者が立ち上がらないと本当にやばいんだよ。だって国会議員嘘つきだったんだから。お前が金がないのは悪い大人の責任だから。そう、もう文句言っていいんだよ。今の日本の大人たちに文句言っていいんだよ。で、文句言わないと今の大人たち、これね、我々中国大使館前で中国に文句言ってますけど、でもね、これね、中国の方が悪いのかって言ったら俺個人ですけど違うと思いますよ。だってそうでしょ、我々日本人、日本の大人たちが子供たちのために言うことを言わない、そんな大人たちが子供たちの未来がどん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 壊されている現状に対して見て見ぬふりをしてるんですよ。そこの車出てけ。日本人の大人が一番悪いんですよ。日本から出てけ中国人外交官出てけ、いらねえんだよ。国交があるのでね、中国の方もそうです、他の外国人の方もそうです。国交があるのはいいんですけども、お互いにリスペクトし合って関わり合っていきましょうよ。あまりにもちょっとね、日本人が物を言わないから言論弾圧されてるんですよ。我々のような素人がマイク持ったらもうこの国の現状は末期だっていうことです。気づきましょうよ、日本人の大人たち。あなたたちにも子供いるでしょう。いいのか、このまんま尖閣取られて韓国にも竹島の後対馬も取ろうとしてますよ、やつら。日本の周辺諸国、北方領土もそうでしょ、ロシアに取られてるでしょ。アメリカだってそうだ、日本国内に米軍基地どれだけあるんだ。だから逆らえない状況で出来上がってるでしょ。じゃあ逆らえないからって黙ってるのか、恥ずかしくねえのか。もともとこの国は戦国だぞ。
ウィスまでなくしたのか。日本人目を覚ませばか野郎。そういったことを言う大人たちがいなくなった。この後ですね、恥ずかしながらも龍也君に喋ってもらおうと思う。俺は彼みたいな若者に喋らせる。どんだけ日本の大人たちが情けないか。聞くに耐えない演説になるかもしれないけど、耳の穴かっぽじって聞いてやるよ。日本の大人たち頼むよ。胸張っていいんだよ。どんな内容だっていいから。ありがとうございます。こんにちは。自分政治のこととか全然詳しくないんですけど、ちょっと警察の人たちは何を考えて警察になったのか。愛国心があるから警察になった。じゃあ自分ちの国が腐ってる今現状で何が愛国心だよって僕が出すためにやるんじゃないの。警察ふざけんなよ。何を考えて警察になったんですか。警察てめえらが一番だろ。お前一番クソだろ。俺は聞きたい。この上にいる人たち全員に聞きたい。何を思って生きてるのか。だったら死んだ方がいいですね。普通に守るもんも守りたくねえみたいな、うん、何を守るか本質見極められてねえで、守りてえもん守ることができるとは俺は思わないですね。マジでこの腐った現状を変えられる末端でもいいから内部から声を上げるべきだと思う。それもしないで、ただ言うこと聞いてゾンビみたいに血も腐ってるんですよ。日本人の血じゃない。そうだ、そういう。そうだ、マジでお前うまいじゃねえか。マジで何を考えてきてるのか分かんないけど、まあちょっと自分の言いたいことはこれだけです。ありがとうございました。よく言った、よく言った、よく言った。ありがとうございました。血も腐ったゾンビ、ほんと喋る喋る。いや、たぶん、コツの変わるよ。喋って何喋ったらいいかな。中国に文句言ってください。皆さんお騒がせしております。私はチームアイチのさくらと申します。毎回私は言っております、翼の党を応援しております。また黒川さんのおっしゃってることも支持しております。で、今日来させてもらったのはやはり中国大使館に来られるということで聞きつけてまいりました。まあ私がここで一言申し上げるとしたら、なぜ日本人の政治家は中国の皆様に忖度なさっているのかというところなんですね。で、なぜそんなに貢いでいるのかということを私は不思議に思っております。そして今日も警察官の方が大勢いらっしゃってますけれども、本当に守るべきところはどこなんでしょうか。私たちのような本当に世知辛い人間、日本人ではないでしょうか。ここを、昨日もアメリカ大使館に大勢の方がいらっしゃいました。そして、昨日の前ですね。で、本日もたくさんの警察官の方がいらっしゃいます。私は集団ストーカーの被害者でありますが、何度私のうちに侵入してきた人たちに問うても、警察官はああだこうだとして逃げ回っているのが現状です。何を忖度しているんでしょうか。それを聞きたいです。またメガソーラーなどたくさんの中国製品があり、大阪では万博に中国の、パビリオンを回る車ですかね、中国製のものを使うとそのように言っています。何なんですか。日本の国ですよ。日本の国なのになぜこんなに中国が侵略してきてるんですか。北海道は水源を取られ、そして大阪の万博でも同じです。そして小池都知事は一生懸命メガソーラーに中国にお金を貢いでいるという状態、何なんですか。何なんですか一体これは。そして私たち日本人です。日本人であれば皆さんにどんな小さな力でもいいから、さっき龍也君が言ったみたいに小さな力でもいいから異議を唱えるという
強い意志を皆さん持ってほしいんですね。 GHQ でね、桜さん、桜さんワンパターンですね。でもこうやって邪魔していくんですよ。それでもなぜ戦うのかというと、ここで発言をさせてもらいたいかというと、龍也君やそういう方々の将来を私は良い方向へ少しでも行けばと思っているからです。でもこのままでいいんですか、この日本。この警察官の皆様、ここへずっと並んでいらっしゃいますけど、日本人を助けるという本当の警察官の方はどのくらいいらっしゃるんでしょうか。おそらく縦社会、縦割り社会で上の言うことをイエスマンのように聞かれて、そして私たちの家宅侵入されて見てきてもらっても証拠がない、お前たちが証拠探すんだろっていうようなことも言っています。ですが何も動かないこの警察官、この日本は本当にどうなるんですか。それだけを私は伝えたくで毎回この翼の塔にやってまいります。それを教えてくれたのが黒川敦彦さんです。だから私はどんなことがあってもその指示をし続けているのです。ですので、まあ今はちょっとねここの場に来られてはおりませんが、ぜひその、気持ちを継いで次から次へといろんな方がですね立ち上がっていただけることを願っております。以上です。じゃあ終わりにしますか。お願いしますか。ありがとうございます。それでは、翼さんと、中国大使館への抗議凱旋は本日はこちらで終了したいと思います。警察官の皆様、暑い中どうもご苦労様でした。ご苦労様でした。はい、ご近隣の皆様、ご迷惑をおかけしまして申し訳ありませんでした。ただね、この中国っていう国はね、共産主義を日本に広めようとする国であります。皆さん、本当に、気をつけてください。それでは、抗議凱旋の方を終了させていただきたいと思います。本日はどうもありがとうございました。はい、それでは、ライブ配信の方、ちょっと待って、はい、はい、それではライブ配信の方は、第1弾終了させていただきます。次は1時から、自民党前で本部前で凱旋抗議凱旋をしたいと思います。ご視聴いただきましてどうもありがとうございました。何だってできるのさ、ピープルパワーで。ありがとうございます。ヘイヘイヘイ。はいはい、それではね、本日は、自民党本部前にて凱旋活動を行います。いつもはね、道路で立てて並ぶ、進むとでし、でしかやらせてもらえないんですけれども、本日は、こちらの表記があるために目の前でやらせていただきます。はい、それではね、まだ数来てない。じゃあみんなが来てから始めますんで少々お待ちください。本日はちょっとメンバー少ないんですけれども、ちょっとね、いつもとは違う自民党本部目の前にて抗議凱旋をさせていただきます。ご近隣の皆様、少々でございますがマイクの音うるさかったらちょっとごめんなさい。ちょっと都知事選でこちらも自民党に文句を言いたいので、どうもご迷惑をおかけしますが申し訳ございません。それでは、街頭演説スタートします。自由民主党さん、自民党さん、一発目
裏金問題どうなってんですか。ねえ、裏金問題ちゃんと説明しなさいよ。裏金問題、まあね、次の早く解散しろ。それでどうだ、国民に信を問え。どうだ、お前ら不祥事もみ消してんじゃないぞ。増税メガネ出てこい。岸田、お前のやってることなんだ。物価値上げを招いてるぞ、物価値上げ。なあ、今な、ちょっと昼飯食っただけでな、800円、900円だよ、安くて。なんでこんなに物価が上がってんだよ。自民党、お前らの政治が悪いからだよ。国民を苦しめて楽しいか、自民党。お前らいい加減にしろよ。なあ、これは民衆の声だぞ。物価高に苦しんでる人がどれだけいるんだって。それでね、給付金ばらまいてね、その場しのぎしてるだけだろ。日本にはね、2000兆円を超えるね、金融資産があるんですよ。なんで金融資産課税をやらないんだ。なんで金持ちから税金を取らないんだ。金融資産課税をすれば消費税上げなくて済むんだよ。自民党、ふざけんじゃねえぞ。で、このように自由民主党、庶民の物価を値上げして楽しんでおります。やっぱりね、権力って腐るんだよ。政権交代は必要なんだよ。既得権益の塊の自民党ですね。この選挙始まる前に靖国神社に行って永遠にお参りしてきました。はい、これが証拠です。俺英霊に誓いましたよ。アメリカに魂売って総理大臣になったやつ、そいつらが既得権益を握ってんですよ。今のまんまじゃ靖国に眠ってる英霊たち命にですよ。お前らさ、さっきの大戦で亡くなられた英霊たちに対して申し訳ないと思ってねえんだろうな。選挙の始まる前に靖国に行ってご挨拶してるやつ何人いるんだって。お盆の時とあとなんか秋の例大祭かなんかちょこっと行って金だけ納めて終わりにしてるやついっぱいいるよな。自民党、お前らこそが売国奴なんだよ、売国奴。ね、このように、ね、今日は表記があるので、あ、ちょっと待ってください。本日はね、こちらの表記がありますんで目の前でやらせてもらってますけれども、普段はね、あそこのね、斜め向かいでしかやらせてもらえないんですよ。ね、自民党はね、本部前を駐停車禁止にして街宣をかけられないように警察に圧力をかけてるわけなんですよ。
法律を作ってるわけなんですよ。これが国家権力という名の正体です。ですから自民党は与党の座から引きずり下ろさなくてはいけません。5年後、10年後、翼の党は必ず自民党を与党の座から引きずり下ろします。今はまだ力はありませんけれども、翼の党、黒川敦彦、必ずやります。私もそれにお手伝いさせていただきます。それではね、ちょっと本日は長めになりましたが、芸能ライター山本、街頭演説の方は一旦終了させていただきます。どなたが代わりたい人、マイク持ちたい人いらっしゃいますか？じゃあ、さくらさんお願いします。あ、僕的にはちょっと長くやったんで。はい、お願いします。はい、ありがとうございます。すみません、皆さんお忙しいところ、暑い中、翼の党の凱旋をさせていただきたいと思っております。愛知から参りました。チーム愛知のさくらと申します。YouTube も発信しておりますけれども、今日は自由民主党がこんなに大きな建物、箱物ですね、いわゆる。こんな大きなところに、ででーんと構えているとは知りませんでしたが、こういうものに税金がかかっているんだなっていうのを実感してちょっと建物を見せてもらいました。で、自由民主党の、まあ、党首である岸田首相はね、まあ、増税もさることながらちょっと、まあ、ご家族にも問題があるようなことがツイッターで流れてきてるんですけど、それは本当でしょうかね。まあ、まあ、ちょっとでも身内のことなのでこれ以上触れませんけれども、それでもやはりそうなってくるっていうのは何かしら原因もあるのかなというふうに思っております。で、何が言いたいかっていうと、税金を上げるっていうこと必要ないんじゃないですかね。必要ないことをああだこうだといろんなことをつけてですね、増税されてますよね。どうしてですかね。そしてウクライナの方にもめちゃくちゃお金を送ってますよね。そんなことをするぐらいなら、なぜ東能登の大地震で今被災地にいらっしゃる皆さんになぜもっと支援をされないんですかね。ものすごく食べるものに困っている方々がすごくいるはずなんですよ。なのになぜそういうところに手をつけないんですかね。自分たちの本当に既得権益を得るためだけに動いているのが自民党ではないかと思わざるを得ない状況を自民党の皆さんは作られていると思います。また正社員じゃなくって派遣社員ですね、ああいうものばっかり増えちゃって、それでひいひい言ってる若者がそこら中にいるわけです。で、今いらっしゃる警察官の皆さんはやはり税金で食べていらっしゃるわけですけれども、皆さんもらってらっしゃる。
言われました。解散してください。もう本当に恥ずかしいですよ、日本人として。あなた方は何ですか、パーティーでね、裸の女性に口から加えてチップを渡したんだったっけね、ちょっと忘れそうな、ね、風化しそうな話ですけれど、こんな恥ずかしいことも平気でやってるのがこの自由民主党ですよ。だから私はここに来てるし、そして若い人たちがこれからもっと楽になってほしいと思うから、だから私はここに立ってきてます。そして翼の党のね、黒川敦彦さんはやり方というところには多少の問題はあるかもしれないけれど、パフォーマンスを見せないと皆さん振り向きましたか、ね、立憲民主党公務員から支援をもらってるそうじゃないですか、ね、乙武さんは何だったかな、10年かしらぐらいで5年も 5人も不倫したとかね、そんなこと私は全然知りませんでした。そんな人たちに大切な一票があげれますか。そういうことを教えてくれたのが黒川敦彦さんです。だから私はずっとこのように応援してますし、その背景には若い人たちが少しでも楽になってほしい、派遣社員なんかに走らない、契約社員なんかに走らない、正社員雇用としてやってもらいたいから、私はこうやって凱旋をさせていただいております。ですので本当に自由民主党の皆さんの中にも時々私は一人二人真っ当なことをおっしゃっている方が出ているのは知っております。だけど多勢に無勢なんだと思います。ですのでそういう真っ当なことを言われる方は外に出てですね、もっとはっきり動いてほしいと私は思っております。そして自民党は即座に解散してほしい。そして、次も連立になる方々も売国政治の方々が多いですので何とも言えないけれども、こんな腐った自民党にいつまでも席を置いておかれるということは言語道断だと感じております。ですのでこの声が届くのであれば黒川敦彦さんを早く出していただきたいと思います。私はお話しされていることはまっとう、やり方は別として、話されている皆さんに伝えている事柄は正直で事実しか話していないと私は信じております。だから私もここで老体夢中ってます本当に。で皆さん一人一人がこの事柄を気づいていただいて動いていただけることが私の切なる思いです。ありがとうございました。フルバージョン出ろ、試合4の。もうちょっとこれ。1年前に翼の党のですね、運動で、自民党抗議凱旋、その、午後にですね、公明党前凱旋という形でですね、活動が来て1年後、改めて、この場所に来ました。その、前にですね、1月に初めて創価学会解散デモがあって、で、それぶりの参戦だったかと思うんですけれども、その時はですね、永田町、向こうの方ですか、あっちの方の出口から歩いてきたわけですけれども、警察官の人数であったり、その時ちょっと呼び止められる形になって、こう公明党と比べてもこの警備の状態であったり、明らかに異常なわけですよ。これはどういうことですかっていう話ですね。ましてこの、今日土曜日で、誰も人もいなくて、人通りもないんで、何かこう侵入してどうとか、まず考えられない状態なわけですよ。明らかにおかしいですよ、この警備状態は。で、この裏金問題とか、いろいろね、あとこのマイナンバー制度とか、いろんな問題が次々と出てきておりますが、
この自民党をですね、掲げている政策、何一つですね、評価できるものはありません。もう自由民主党かも完全に嘘じゃないですか。もう名前だけですよね。もうこの、日本のもうシロアリですよ、もうこれは完全に。この民主主義っていうのはもう建前だけで、こう責任を国民に押し付ける政治になってるというのはもう明らかなわけですよ。で、こんな政治を作ってる理由は、はい、その、自民党のその議員だっていうのは、もちろんそれもそうだと思うんですけれども、その原因の一番は、国政でも有権者の4割から5割、地方になったら7割、8割が選挙に行かないことなんですよ。結構ボロいよね。で、この、今回都知事選ですね、これからの日本を、占う、日本のこれ、未来を左右する大きな選挙になると、考え、今日は予定を変えて、ここまで、来ました。改めて、ここでもですね、言いたいことは、改めて言わせてもらうんですけれども、この配信、見ていただいている方、後からアーカイブでですね、見ていただける方もいらっしゃると思うんですけれども、必ずですね、選挙に行ってください。でこうなんか、高齢者の数で若者は勝てないとか、あとは言っても無駄とかいう声もあるんですけど、そんなことはないんですよ。でこういろんな団体の活動とか見てもらっても分かると思うんですけども、年代とかっていうのはいろいろいるわけで、でこう高齢者対若者みたいな構図になってる選挙ってないんです。見たことがありません。でこうなんか死に票だとかなんだとかっていう声もあるんですけれども、そんなこと言ってこう入れたくもないところに入れていたら、一生永遠にこの国政は変わりません。都政も変わりません。自分がですね、信じるべき候補者あるいは政党に一票を投じてください。自分の、ご家族であったり友達であったりに呼びかけて、一人でも多くの方にですね、選挙に行ってもらうように、ネットであったり、あと、実際に会った時に声をかけるとか、一緒に行くとかして、一人でも多くの方に自分が信じるべき候補者に一票を入れてください。お願いします。はい、ありがとうございました。はい、それではね、ラストに定番のあれをやります。はい、少々お待ちください。少々お待ちください。はい、あれやります。
一番といつものやり方で平和を愛するふりをして爆弾落として金も OK CIA CIA 日本の宝を狙ってる CIA CIA うっとしな選挙に関与する三内の靴を恐ろしいんです危険な方向に向かうんです人権なんてもは削除してお金がないと戦場に行かせ CIA CIA 危ない女を掴んです CIA CIA はい、ありがとうございました。じゃあこれにて、自由民主党前抗議合戦を終了します。じゃあこのまんま、隣の立憲民主党に歩いていきます。はい、少々お待ちください。はい、そのまま行きますよ。はい、このまま行きます。そうそうそう、もう歩いて行っちゃう。道路向かってすぐだから、ここ右折してすぐ。そう、場所はあの教えてくれるから、やっていい場所は。そうそう、あ、じゃあの立憲にこのまま歩いていきます。先導お願いします。場所がほら映さないよ。ちょっとインカメします。はいはい、ちょっとあの大丈夫です、車で追っかけてきます。はい、あ、知り合い、ほんと疲れる。疲れます。浮いた。はい、そう、立憲前は機動隊の人いないんですよ。はい、消費税増税やめろ、立憲民主党。そうそう、あ、お疲れ様です。暑い中やりますよ。立憲はまだ日陰があるかもしれないね。日陰があったらラッキーって感じです。はい、ちょっと待って、コメント読む元気がないわ。コメント読む元気がない。あ、これの方がいいや。これの方が持ちやすい。そう、先導してくれるんですよ。警察の方がご迷惑おかけしてます。はい。汗びしょびしょですよ。
いや今日面白いこと聞いちゃってさ、首相官邸の横にバリケードがあるんですよ。突破していいって言ったら見ないでって言われた見ないでって言われた見ないでって言われた。だから今回はやめときます。突破はちょっと目つけられてるんで見ないでって怖いんで見なかったことにしときます。もうはい、まあ大丈夫ですよ。あともう分かってるんで向こうが。ここの上なんですよね。こっちの方がいいかもしれないですね。でもこっち、ここもどうせ駐停車禁止でしょ。うん、トラメガで。はいはい、そうですね、はい、こっちの方がいいかもしれない。あ、ごめんなさいごめんなさい。はい、ありがとうございます。はい、そうです。ここ、あ、これ今日バリケード張ってないんですね。ここたまにバリケード張ってある。あ、移動ができるんですね、ここのバリケード。すごいな、黒川チャンネルはアンチが多くて。はい、そうですね。そうですね、こっちの方が日陰だし、ありがとう、助かります。この辺で、そう、ここは立憲、ここの7階かな。そう、そう、だからちょっと、かっこいいところ。あ、俺もこんなとこも適当だよ。になると誰も来ないって、警察。本当だね、本当だね、すごいね、このさすごいでしょ。立憲、あれ立憲になると消えましたね、みんな。あ、私服は来てる、私服は来てる。そう、これが与党と野党の差です。あれですよ、麹町の私服が来てます。えらい違いだもんね、めちゃくちゃ違うよ。はい、それではね、ご近隣の皆様お騒がせしておりますが、少々の時間で終わりますんで許してちょうだい。あ、ちょっと待って、ちょっと眺めないと。はい、我々翼の党です。
私芸能ライターやってます山本武子といいます。本日は、立憲民主党さんに、後期の代選に伺いました。立憲さん、なんか保育園を倒すために蓮舫をステルスで立候補させますよね。でも蓮舫さん起きたらまた立憲にスラーッと戻るんでしょ。スラーッと、いいですか皆さん、蓮舫が都知事になったら立憲民主党寄りの政策、売国政策ですね。売国政策、中国人に利権を売り渡す、中国人、韓国人に利権を売り渡す政策になると思いますよ。消費税まで上げてね。立憲さん、消費税なくすって公約どこ行ったの？高速道路無償化どこ行ったの？立憲さん、あんたら嘘つきだよね。嘘つき立憲共産党、嘘つき立憲共産党ってね、もうこの通りね、ゴリゴリの左翼政策ですね。そう、左翼といえば社会党、そうナチズムです、ナチスドイツ、正式名称はドイツ社会労働党ですね。労働者寄りの政策を取ると必ずファシスト化しますよ皆さん。こいつらはファシストです。立憲共産党はファシストね。左翼の皆さん、公務員が選挙のお手伝いしちゃダメですよ。いいんですか？一郎教職員は選挙の活動をしちゃいけません。政治活動をしちゃいけないんですよ。分かってますよね、立憲共産党さん。あんたら質問に全然答えないじゃない。いつも逃げ回ってばっかりでさ。ね、蓮舫も2番じゃダメなんですかじゃないよ。1番じゃなきゃダメなんだよ立憲さん。もう少しね、立憲共産党の正体ファシストですからね、皆さんも、よくよく考えて投票してください。選挙には行きましょう。まあこんな感じですね、立憲に言いたいことは。じゃあありますか、はい、はい、じゃあ次の方に変わります。どうぞ。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。自民党前公開戦について、改めてお話しさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。10億衆院補正の、件でですね、まあ、いろいろね、物質といいますかあったかと思うんですけれども、この、立憲陣営は、まあ、翼がどうだ、黒川さんがどうだ、根本さんがどうだ、杉田さんがどうだ、散々言ってるかと思うんですけれども、まあ、今回の件で初めて、まあ、私も恥ずかしながら知ったんですけれども、まあ、公務員は特定の政治活動、政党の政治活動をしてはいけないと、決まっているのに対し、公務員が、こぞって立憲を、この立憲をですね、応援して、その選挙の手伝いをしている、どういうことですかと、人のなんか選挙妨害な民主主義だって、民主主義を、その民主主義を、ぶち壊すのは誰ですかって話なんです。でこの、衆院補選の、件で衆院補選のきっかけにですね、この公約にそのことになっていると、まあ、守らないということで、ね、話になっているかと思うんですけれども、まあ、先ほど、まあ
山本さんの方からこの話があったように、この蓮舫ですね、その公約からもとんでもないようなあの話がいっぱい出ていて、もうあのこれ絶対もう庶民からしたらありえない話なんですよ。そんなところにね、もう入れた暁にはもうどうなるかっていうのも想像したら、もうこれはもう言わなくても分かるかと思います。で、そういったことを許しているのも、国政では有権者の4割から5割いかないぐらいですか、地方選挙に関しては7割8割が選挙に行かないことが問題なんです。選挙に行く人もこうなんか心情って言って、この際のこっちの方が街は募集しよう程度で、本当に信じるところを言えていない。もうこれ民主主義として機能していないんですよ。でも繰り返しになるんですけれども、あの必ず選挙には行ってください。で、友達家族にも、これをどん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 呼びかけて、みんなで選挙に行きましょう。まあ、どこがいいかわからないっていう、まあ、昔の自分からしたらそれはまあもっともなんですけれども、まあ、あの講演会にそろがどっていう話もあるかと思います。実績を見ていけばいいんじゃないでしょうか。あるいは、まあ、こういった活動をしているっていうのを見て、それで決めて自分の信じるべき、候補者に、一票を入れてください。ここは忙しいという声もあるかと思うんですけれども、まあ、期日前投票があります。だから期日前投票は、まあ、あの予約しなくても、まあ、当日行ってこう、まあ、仕事であったり、まあ、どういう理由で来ましたかっていうのがあると思うので、仕事であったり、まあ、仕様とかでもいいんで、まあ、買い物ついていくとかにも行けて、まあ、5分10分の話なんで、必ず選挙には行ってください。お願いします。ありがとうございました。
や、すごい人気だなと思ったんですけど、消費税の肝心なこと、私たちの一番身近なこと、そういうところにはあまり手をつけられていません。まあ、一般的に聞くと、聞いてる何も知らない人が聞いてると、お、すごい蓮舫さんに入れようかないんですよって思ってしまうんだけど、でも違うんですよね。大事な部分、本当に聞きたい部分っていうのが聞こえてこないのが蓮舫さんの演説でした。でその後ですね、そのことを消費税上げるんですかって言った一般市民の方がいたんですよ。そうしたらですね、その民衆はどういう動きをしたか、立憲民主党の皆さんご存知ですか。蓮舫さんの周りにいた人たち、聞いてた人は帰れ帰れって言ったんですよ。何ですか、蓮舫さんの周り、私は桜ですけど、あっちは桜ですか、何も集めてんですか。私はおかしいなと思って、一般市民ですよ、消費税を上げるんですかって聞いただけで帰れコールはないでしょ。そんなこと平気でやれるんですね、蓮舫さんの。皆さんの周りに集まってくる不安の皆さんはどうですか、おかしいでしょ。そして噂になっている中国との一着なんかあるみたいですね。そういうところも少しずつ聞いておりますが、蓮舫さんがなったらまた売国政治になるんですか。本当に皆さん、これ聞いてる皆さんね、東京都民の皆さん、よく考えてくださいね。あの勢いに負けると素晴らしいですよ、言ってることは心惹かれるようなことを言ってますよ。だけど消費税のことや本当に身近なことっていうのは、本当に具体的な話は全くなかったんですね。それより蓮舫さんの周りに集まってる人が、私は恐怖感を覚えました。昨日も私も YouTube で流しました、その感想を。一般市民が消費税を上げるんですかと聞いただけですよ。そしたらその周りにいる応援している人々が帰れって、何ですかこれ、こんなこと許されますか。そんなことをやっているのが今の政治を握っている立憲民主党から出た蓮舫さんのグループですよね。対外にしてほしいですね。ですので私はこれだけお伝えします。あそこにいたのは一般市民ですよ。一般市民が消費税を上げるんですかって聞いただけですよ。それでなぜ応援に集まってる演説を聞いてる人たちがなぜ帰れ帰れって言えるんですか。集まってる人誰ですか。統一教会の信者ですか、創価学会の信者ですか、誰ですか集まってるの。おかしいでしょ。それを私は今日ここへ来て、この立憲民主党さんから出て無所属になっている蓮舫さん、絶対おかしいよってここで一言お伝えしたくって、そして東京都民の皆さんがあの蓮舫に入れたらまた一緒ですよ、小池都知事と二の舞ですよ、税金垂れ流しです。そんな風にならないために、どうか市民の皆さんがこれを聞いていたら、あの人にも一票入れないでほしい。あ、ついでに石丸さんのことも言っておきましょう。石丸さんも同時にやってらっしゃいました。ですが、はって、え、この人、何が言いたいの？あの細さと一緒で、全然力を感じない。え、ここの大きな東京都を担う人にはとても思えません。だけどなんか集まってる人は拍手をされてて、え、どういう人が集まってんだろうなっていうふうに思っております。ですので、東京都民の皆さんは、ぜひ人格、何が言いたいの、言ってることの根拠は何なのか、そこをよくお調べいただいて、尊い一票を入れていただきたいと思います。
ありがとうございました。では最後に立憲民主党、ありがとうね、売国の売国の中国共産党やな韓国に日本の財産を売り渡す売国だぞお前ら、YouTube を視聴されている皆さん、立憲共産党には絶対に入れないでください。本当にこいつらは日本を共産化する連中です。皆さんはぜひよろしくお願いいたします。それではね、これをもちまして、立憲共産党前の凱旋を終了させていただきます。次は、5時から、共産党本部前、千駄ヶ谷のね共産党本部前にて、抗議凱旋をやらせていただきます。あと7時から、公明党前で抗議凱旋をやらせていただきますので、引き続き、YouTube の方ご視聴よろしくお願いいたします。じゃあ本日はどうもありがとうございました。何だってできるのさ、ピープルパワーで。はい、菅さんどうでした、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。¡Vamos!
してるんですか、日本共産党さん。皆さん見てください、日本共産党これだけに人が身を構えてるんですよ。赤旗で儲けてるんです、被害者について儲けてる。これが日本共産党の正体。これだけの一等地にツインタワー、むちゃくちゃですね。日本共産党は直ちに解散しなさい。ね、じゃあ次に喋りたい方がいましたらお願いします。まあ、あんまり今日はね、ご必要なく時間ないんですけど、お願いします。はい、どうぞ。よろしくお願いします。日本共産党の、前職長、C さんですね。もう何年もやったからこの名前は分かると思います。でその C さんですが、ロシアからね、入国禁止にされたんですよ。でね、ロシアはもう共産国って言ってるけど、もうロシアも中国も、まあ、ほとんど保護主義っていうことで、完全なんです。まあ、もう共産国っていうのは、今、世界のほとんどない、まあ、状況になってる。その中で、共産党っていうふうな、ね、名前を、日本共産党は名乗っているわけだけど、全くその内容は、共産党ではなく、ロシアとかそういった国から入国禁止されている。ということは、もうもしこの日本共産党が政権を取ったら、まあ、それではまずないと思うけれども、仮に政権を取ったら、アメリカとももちろん仲が悪いわけではない。アメリカの批判をずっとしているわけだから、アメリカと仲良くなっちゃったらこれは困る。そして逆に中国やロシア、北朝鮮という国が今非常に仲がいい、そういった国が軍事協力をしている、そういった国とも、もう日本共産党は仲良くできない、要するに入国禁止されている国と、その入国禁止されている国と中国、北朝鮮も仲がとってもいい、記録通りにも北朝鮮にプーチンが行って、相当な歓迎をされている。その中でロシアと、まあ、ロシアから入国禁止をされている日本共産党というのが政権を取ったら、もう世界と仲良くできる国が一つもない。アジアは今特に、ベトナムにもロシアがプーチンが言葉に聞きましたね。それと他にも毎日の他のアジアの国、ミャンマーとか、もうほとんどの国がロシアとの友好、まあ、オリックスというグループなんだけど、そういったグループと一緒にあって、アジアの中で、まあ、一緒になって手をつないでいこうという状況になっている。そういったグループから、日本共産党がもし政権を取っても、まるでその仲間に入れるものということはない。要するに、日本だけ完全に孤立する。それでこれだけ長く、20年も30年も、もう日本の政党として、ずっとやってきた、こんな大きいビルまでも立ったにもかかわらず、世界ともし、まあ、政権を取ったら、まるでもう孤立して、一つ の政治、要するに世界外交なんていうのは一つもできない。こういう、まあ、要するに国民をずっと騙して、共産党とか言いながら、全く外国とのそういったつながりもできないような国にした政党である。そして市民は信徒が、まあ、国民を騙して、戦争は嫌いだ、戦争はダメだとかいうことで、ロシアから嫌われている。まあ、日本の国会議員で鈴木宗男っていうのがいるけど、これは元自民党だ。その自民党の鈴木宗男はロシアと仲良くしなきゃダメなんだと、ロシアと手をつなごうということで、今、ほとんどそういった人間は国会にはいない。その中で本来であれば共産党だってそういったことを言わなければいけないはずなんだ。それがまずそんなことは言わずに、ね、ロシアから入国禁止されるほどの、要するにロシアを批判しているわけだ。そういった共産党の名乗りながら、そういうようなことをしている、この共産党っていうのが、ここに日本で存在するっていうことは、非常に、俺は普通の人間としては頭にくる。
ではない。もうあなたたちは政権も取れないし何もできない。もう将来性が全くないんだよ。将来性のない政党が国会内でいろいろあったことが言うことはもう許されるものじゃない、ということを言いたかった。どうもありがとうございました。どなたが喋りたいかと言いますか。いなければちょっと時間が押しているので、最後に、マイクでは私の方が、共産党に抗議して終わりしたいと思いますが、共産党は外国政党であります。皆さんご存知ですね。日本を共産化するコミンテルによって作られた政党であります。このコミンテルというのはですね、とてつもない組織でありまして、もうね、皆さんご存知ですよね。日本共産党クズ以下の存在です。直ちに回答していただきたいですね。回答してこのビルは国に返して、途中の国に返して、それで税金を安くする、その方がよっぽどお国のためになります。日本共産党すぐに解散しなさい。以上です。はい、じゃあ本日共産党、ご近隣の皆様はお騒がせしましたが、これにて外見を終了していたします。ご近隣の皆様、ありがとうございました。失礼します。次、公明党行きます。6時から公明党行きます。はい、はい、ご近隣の皆様お騒がせしております。我々翼の党でございます。本日は、公明党に対してね、いつも通り抗議外出を伺いました。ちょっと土曜日なので、ご近隣の皆様、お騒がせしますが、短い時間でありますのでご了承ください。すみません。はい、ね、公明党が入りすぎた黒川の代わりに山ちゃん来ちゃいましたよ。はい、毎度同じ山ちゃん来ちゃいました。公明党さん、クソカルトですね。縁も変わらずクソカルト、公明党。政教分離に違反しまくっている公明党。もう公明党の悪行三昧はね、いくらでも語れますよ。ね、公明党と創価学会は関係ないと言っておりますが、ね、何の音はない創価学会による創価学会のための政党、それが公明党であります。そう、戦争を推進する公明党、とっとと解散しなさい公明党。まさにクソカルト政党の総本山といっても過言ではありませんね。ね、公明党が、公明党のことを応援している創価学会がどれだけの悪行をやっているか皆さんご存知でしょうか。まあご存知でしょうね。ご存知でしょうね。集団ストーカー問題ですね、まず。はい、集団ストーカー問題。ストーカー問題をやめるといった人間に対して付きまとい行為を永遠と繰り返している、それがストーカー問題になります。そんなストーカー問題をストーカー学会にさす、まあね、支えられている政党、公明党ですね。直ちに解散した方がいいんじゃないですか。何が平和の党だ、嘘ばっかり言ってんじゃねえよ公明党。お前ら違約戦争で法案に賛成したよな。その時何、みんなで決めたことってごまかしてるけど、池の対策は
そんなこと言ってなかったよね。なんか公明党がおかしくなったのってさ、池田内閣がボケたって言われてからおかしくなってんじゃねえよ。クソカルト、クソカルト、公明党、お前らがやってることは異常だ、異常だ。投票用紙を盗み、他人のポストから投票用紙盗んでるよな。それで買い玉ステルス投票をしている。それが公明党実態であります。創価学会の脱会者から何人もそのような証言が出ております。クソカルト公明党、直ちに解散しろ、直ちに解散しろ。いいか、いつ来るか予告しないけど次平日に来るからな、平日に。お前らみたいな政党はいつぐらいになるんだよ。皆さん知ってますか、公明党何大臣を利権としているか知ってますか。 国土交通省国交大臣というねものをずっと独占しております。これでね、創価学会信者の経営する工務店建築会社、そいつら優先的に仕事を回して私腹を肥やしている。それが公明党の実態です。おっさん、公明党はね、本当に今すぐ解散した方がいいじゃないですか。日本に一番いらない政党、それが公明党です。直ちに解散しなさいよ。俺今杉田の代わりに来るからね。俺の仲間の杉田隼人、創価学会に付きまとれただけで全てを失ってるんだよ。公明党だけは絶対に許さないからな。いつでも来てやるよ。今度は矢倉を連れてきてるからな。覚悟しとけよ。じゃあ次の喋りたい方がいましたら、いませんか。あら、いない。今日はいないね。来ないね。いや、俺杉田こと喋るスキルはないんだけどさ、国交省のね利権独占、もう総括家の大工とかさ、本当にこれした方がいいよ。俺の知ってるさ、選挙区で、埼玉の A 市っていうのがあるんだけどさ、そこの、司会議員がさ、建設会社やってるんだ。まあ、まあ、工務店やってるんだよね。で、そこの工務店、でかでかと酸素機掲げてるから。これが、国交省と公明党の利権です。利権によって私腹を肥やす政党、それが公明党であります。ね、まあ、まあ国交省というのはね、どうしても利権がね集まりやすくなる政党ではあるんですけれども、もうこれをね、国交省の利権、これを定期的になくすには管理部じゃないんだよ、我々は、ね、あの公明党公務に行ってるんで、はい、都知事選で、あ、公明党いるじゃないですか。出てきなさいよ、公明党。ナイスタイミングバッチリ映ってますよ。仕込みか隠れてんじゃねえよ、公明党。出てこいよ。
中国の味方、外国製と。そうそうそう、その言った通り。ね、日中国交正常化の時にね、真っ先に田中角栄に近づき、周恩来に近づいたのは池田対策です。そこで公明党は利権を確保しました。まあね、あの詳しい話は、我々の、まあ、私もしくは千年津田の方の、おとといのアーカイブ見てもらえればね、長々と創刊学会本部の前で創刊学会の悪行は伝えております。創刊学会本当にいらないですね。公明党はもっと言いますね、政教分離を守りましょう。平和でない人はいりません、ね、ちょっと回答しなさい。まあね、こんな感じでちょっと長々とやってみましたけれども、演説みたいなのでね、誰かちょっとバトさん変わってくる。じゃあ、やらちゃくちゃ。やらちゃくちゃ。ちょっとやろう。じゃあ、ちょっと、この音声がね、いや踊れない。試合どう？試合だったっけ？まあやろっか。やっちゃいましょう。ちょっとね、若い人がみんな来ないんで、ちょっとね、あと四谷の警備の方々、ちょっと休日出勤でね、悪いことしちゃってるんで、ちょっとでも試合やるので締めたいと思います。はい、CIA 温度で締めます。俺はいいぞ、どうぞ行くぞ。はい、じゃあ本日は終了したいと思います。短い間でしたけどありがとうございました。また明日やります。はい、お疲れ様です。ありがとうございます。